アジアアトランティックエアラインズは、タイの国際チャーター便専門の航空会社である。略称は AAA であり、ロゴマークも3つの A をモチーフにしたものになっている。2018年8月末で、すべての便の運行を休止し、生産手続き中である。2012年12月に、日本の旅行会社、HIS が49%、HIS のタイ現地法人、 HIS ツアーズ CO、リミテッドが39%、残り12%は、パンラートバイオークが出資し設立されることが公表された。当初、社名は、アジアパシフィックエラインズ CO e、リミテッドを予定していたが、すでに同盟の航空会社があった。2015年3月、国際民間航空機関がタイに対して、重要な安全性の懸念があると認定。 これを受けた国土交通省航空局などがタイへの路線の新規開設や増便などを制限したことで当初計画していたビーチリゾートなどへのチャーターが実施できなくなった。ICAO は2017年10月に SSC を解除しているが SSC の期間が長期にわたった影響などで経営が悪化。2017年5月 HIS での取締役会で 航空機リースや運営コンサルタントなどを行う、香港のスカイクルーザーホールディングと、タイの航空関連コンサルタントを行うエリランスの2社を、引き受け先とする、第三者割当増資の実施を決議。HIS グループの持ち株比率は8割台から3割以下に低下し、営業権もスカイ社に譲としていた。その後、AA は、財務基盤と経営基盤の強化を図ると同時に、 引き続き HIS の事業とのシナジーを追求していく方針を表明していたものの、2018年6月の2018年10月期、第2四半期決算でも再建法規存16億円を計上するに至った。さらに、同年10月26日に開催された取締役会では、 同社に対する債権回収が不可能との判断に伴い特別損失約18億円を計上することを決議したアジアアトランティックエアラインズのボーイング767から 300ER ありがとうございます